こに行くよん。そうだな、映画でも見に行ってみるか。うん、あ、久しぶりに遊園地がいいよん。遊園地はとうに潰れただろ。今は何になってるんだったか。そうだったのかにょん。昔は結構混み合ってた記憶があるのに。栄子清水なんだぜ。じゃあ、最近できた甘味どころに行こうぜ。この前、アリスと一緒に行ったんだがお団子がすごい美味しかったのぜ。いいね、霊夢もそれでいいかにょん。やっぱりうまいぜ。おいしいにょん。食べ足りないにょん。どうしたんだぜ霊夢、お腹でも痛いのか。そういうわけじゃないんだけど、ちょっと食欲がなくてね。食欲の化身のお前が食欲がないなんて。今日は槍でも振るのか。ちょっと言い過ぎよ。食欲ないか。仕方ないな、そのお団子は霊夢がいただくにょん。やらないわよ。美味しいわ。それで、一体どうしたんだぜ。実はね、昨日怖い夢を見たのよ。怖い夢？霊夢は怖い夢なんてしょっちゅう見るにょん。ちょっと不気味でね、内容を話すわね。昔から私ね、たまに自分が今夢を見ているんだなって自覚することがあるのよ。昨日の夢もそうだったわ。私もたまにあるな。私は薄暗い無人駅にいたわ。なんだか陰気な夢だと思ったわ。すると、間もなく電車が来ます。その電車に乗るとあなたは怖い目に遭いますよ。意味不明なアナウンスと思ったわ。昔どこかで見た記憶がある電車が来たわ。変な夢だなと思いつつも、乗ってみることにしたわ。夢を見ていると自覚しているときは、自由に夢から覚めることができたから。怖くてたまらなくなったら、目を覚ませばいいと考えたのよ。出発します。しばらくするとトンネルに入ったわ。トンネル内の景色は昔、どこかで見たお化け屋敷の光景だったわ。やはり夢ね、そう思いながら眺めていると、次は池づくり、池づくりです。池づくり？魚の？え？なにこれ。この小人みたいなやつの仕業なの？くっ、ひどい匂い。この女の人もなんでこんなに落ち着いてるの？なんなのこの夢。本当に夢？男の人の死体がなくなってる。次はえぐり出し、えぐり出しです。えぐり出し。もういや、これ以上付き合いきれないわ。早く夢から覚めないと。次は筋肉、筋肉です。筋肉。筋。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ。もうダメだと思ったわ。ということがあったのよ。なんだよその話。昔じゃ怖かったにょん。しかし、この前のこともだけど、霊夢は昔からよく怖い体験をするよな。なぜかそうなのよね。お化けや妖怪、神様にも何にでも好かれてるんだにょん。も
テモテだぜ。現在ばかりにモテても嬉しくないわ。まあ、怖い夢ではあっただろうけど、夢なら気にしなくていいじゃないか。そうだにょん。まあ、そうなんだけど。よし、気晴らしに町まで遊びに行こうぜ。そうね。じゃあ最近流行りのタピオカがいいわ。また食べ物かよ。ヨウムはケッサバがいいにょん。タピオカの原料かよ。今日は楽しかったわ。またね。おう、またな。また遊ぼうにょん。ヨウム、ちょっといいか？ん？次はエグリダシ、エグリダシです。え？またこの夢？途中からだわ。いやだ、見たくない。前と一緒だわ。次は私。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ。なんで、起きれないの？次は、筋肉、筋肉です。まずいわ。夢よ覚めろ、覚めろ、覚めろ、覚めてくれ。音がやんだ。なんとか逃げられた？また逃げるんですか？次に来たときは最後ですよ。部屋に何かいる。じゃあ、起きた。おはようだにょん。何ともびっくりさせないでよ。知らせたいことがあってきたら、霊夢のうなされる声が聞こえてな。悪いとは思ったがお邪魔したぜ。わかったわ。ここは狭いし、とりあえず部屋に移動しましょ。だいぶうなされてたみたいだけど大丈夫かにょん？そうなのよ。この前話した怖い夢、また見たのよ。しかも途中から、夢から覚めたと思ったら、次はもう最後と言われたわ。怖いにょん。もうただの夢とは思えないにょん。そうだな。これは急がないといけないぜ。霊夢、今から出かけられるか？大丈夫だけど？そういえばさっき何か言ってたわね。おう、移動しながら説明するぜ。茶屋で霊夢が話した時な、ああは言ったが、また何か厄介なことが起きたんだろうと思って、いろいろ調べてたんだ。話の中でトンネルの中の景色がお化け屋敷のだって言ってたろ？それって、遊園地のお化け屋敷だろ？前見て運転しなさい。でも、言われると確かにそうね。山の遊園地のやつよ。そこに今向かってるんだぜ。あれ？この前の話だと随分前に廃業したって言ってたにょん。そうだぜ。今あそこには別な施設が建ってる。何もったいぶったい言い方してるのよ。すまんすまん、ちょっとカッコつけてみたくて。元遊園地の湿地は今、一部が土地区場になっているんだ。土地区場？土地区場ってなんだにょん？二人とも知らないのかよ。もったいぶって損したぜ。で、その顔やめろ。土地区ってのは土殺とも言って、要は家畜を殺すことだ。土地区場は、土殺、解体を行う施設のことだぜ。なんかそれって、霊夢の夢の内容と似てるにょん。そういうことだ。今回の件の解決につながる何かが、現場に行ったらわかるかもしれないと思ってな。なるほどにょん。わかったわマリサ。運転よろしくね。任せろだぜ。前見なさいよ。着いたぜ。牛や豚の鳴き声が聞こえる。ちょっと気が滅入るにょん。こちら側は特に何もなさそうだな。裏手の山側に回ってみようぜ。あ。まだアトラクションが残ってるのね。なんだか物がなしにょん。さ、暗くなる前に何かないか探そうぜ。すっかり暗くなっちまったな。今日はもうやめましょうよ。もう少し頑張ってみるにょん。あの怖い夢を興味ないとは限らないにょん。そうだぜ。あっちの林の方に行ってみようぜ。二
二人ともありがとう。なんか言ったか？なんでもないわ。行くわよ。向こうに何かあるにょん？行ってみようぜ。どうやら何かの石碑みたいね。これって畜根碑と畜された動物たちのためのだな。どうしてこんなところに？昔に形だけ建てられてそのままって感じなのか、働いている人が変わっていく中でこの場所が忘れられたのか。何にしても誰にも手入れされないで寂しいにょん。よし、せめてもだ、綺麗にしてやろうぜ。どうかしら？結構綺麗になったわね。あとはこれだにょん。あら、用意がいいわね。マリサに言われて用意してたにょん。マリサ、そうなの？と畜生ってわかったからな。念のためにお願いしたんだ。何にもなかったらうちの墓参りに使おうかと思ってたしな。備えあれば憂いなしだにょん。あとはと畜生の人に伝えてしっかり管理してもらいましょう。それじゃ、引き上げようぜ。また、あの夢。でも、前と違ってあまり怖い感じはしないわね。次は、感謝感謝です。え？ご乗車ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。またのご利用は絶対ごめんよ。というわけよ。よかったにょん。生きるということは、他の命の上に成り立ってるんだと感じたぜ。なんか素敵なものの言い方ね。照れるぜ。別に褒めてないわよ。それにしてもまたあなたたちのお世話になったわね。何かお返しないと。別にいいのぜ。それじゃ、用務はそのお団子をいただくにょん。食べ物はあげないわよ。やっぱり食欲の化身だぜ。皆さん、猿夢、いかがでしたでしょうか？ここからは、猿夢の解説に入らせていただきます。ちょっと移動しますね。猿夢の書室は、インターネット掲示板にチャンネルに2000年8月に投稿された書き込みです。話の概要は、主人公の私が夢の中で体験する話です。電車、遊園地のお猿さん電車のようなもの、内で、アナウンスが流れるたびに乗客が独特な方法で殺されていき、徐々に自分の番が迫ってくるというものです。夢から覚めてもいずれ同じ夢に戻ってきてしまい、いずれは、という物語です。特徴としては、夢と認識している、明晰夢であること、小人に襲われる、これは狂気を持った猿の場合もあるようです。同じ夢を見る。また、その際に途中から始まる、夢から覚めた後にアナウンスが聞こえる。夢からの現実への侵食。夢で殺されると現実でも死ぬなどが挙げられます。猿夢の考察。夢に出る猿は、ずる賢さ、の象徴とされており、猿に追われる夢の場合、猿は自分自身であり、自分の弱さから逃げている説、小人は自分の消極的な気持ち、や、マイナス面、を表しているので解釈としてはやはり同じになります。電車はそこからの再出発や脱却したいという願望とも解釈できます。夢の中に出る猿が身の回りにいる狡猾な人物で、その人物から騙されたり、被害に遭うことを暗示している説、などが、いずれにしても自分の普段の行動を振り返ることが大切なようです。本作も物語にするにあたり、いろいろな改変や独自解釈が多めでした。有名なお話ですが、もし元ネタ知らない方は検索してみてね。ただ夢が伝染するという怖い噂もありますし、そこは自己責任で。最後までご視聴いただきありがとうございました。